はい、どうもこんにちは、青木です。現在僕は岩手県の、盛岡駅に来ております。はい、ということでこのチャンネルの動画もね、ついに東北地方に進出してまいりました。でですね、今日はですね、盛岡でね、盛岡にも、レンタサイクル、シェアサイクルがあるということなので、ね、それに乗ってね、お出かけをしていきたいと思います。いやー、それにしてもね、本当東北新幹線ってね、かっこいいですよね。今左に、止まってるやつと、あとさっき映したのは秋田新幹線に、直通する、東北新幹線の車両なんですね。で、まあ、これに乗ってきた動画もね、また別に上げているんですけどね。はい、ということでね、この秋田新幹線の車両もかっこいいですし、向こうにね止まってる、見えるかな、の青い車両も、これもね、これは東北新幹線の新幹線内、秋田新幹線直通できない、東北新幹線車両なんですけども、これもねすごくね鼻が長くてかっこいいですね。はい、じゃあ本題に入りましょうかね。ということで、今日の日付は11月の、13日金曜日ですね。ちょっと会社でお休みもらってね、こちら来てるんですけども、ではね、本当素直にね、大阪に比べてむちゃくちゃ寒いです。はい、なんかね、空気も乾燥しててね、肌をね、ちょっと刺すみたいなね、そんなね寒さがねあって、なんかもう冬だなっていうようなね、感じがしております。で、今回はね、盛岡でね、レンタサイクルを、していきたいと思うんですけど、そのねレンタサイクルのポートがね、ポートというか貸し出し場所がね、この盛岡駅の近くにあるみたいなんでね、まずはね、盛岡駅外出ていきましょう。すごいですね、岩手県は会いに行ける縄文時代があるらしいですね。会いに行けるアイドルっていうのはね、聞いたことあって、僕も応援してたことあるんですけどね。はい、ということで、外出てきました。これは盛岡駅ですね。盛岡駅の東口になっております。で、こんな感じでね、消費量日本一、豆腐の町ということでね、盛岡市はね、豆腐の消費量が日本一だそうです。で、下にね、このわんこそばのね、ゆるキャラがね、描かれてますけどね、ようこそ盛岡へということで、でね、ここにね、駅ビルの、ね、名前が書いてあるんですよ。 FESAN って書いてあって、これよう見るとね、これ S の上に、ね、点々書いてあるんですよね。これどうやって読むねんってね、最初ね、多分ね、このね、S の点々なんてね、盛岡の人しかね、読めないと思いますけどね、どうやって読むかってこっちに書いてあります。はい、このね、上のね、赤いの見てください。フェザンって書いてありますね。はい、駅ビルフェザンだそうです。ここにもね、S に点々書いてありますね。フェザンって書いてあるんですね。ね、この点々がね、特徴のね、駅ビルの名前フェザンっていうのがね、あってね。はい、ということで、これがね、盛岡駅でございます。じゃあね、自転車借りに行きたいと思います。でね、今から借りるのはね、盛岡にもね、シェアサイクル、レンタサイクルが何種類かあるんですけども、その中でもね、抜群に安い、なんとね、1日200円で借りれちゃうという FP ホームズ、駐輪場っていうところがやってる、レンタサイクルね、行きたいと思います。で、ここにね、地下の入り口があるんですけども、地下道のね、B の3番出口っていうところから出たらね、行けるそうなんで、早速行ってみましょう。なんか地下道にはこんな感じでね、タイルに絵がね、描かれてますね。はい、B の、3号で盛岡駅前通りですね。まあ、B の4から出てもね、同じ方向出るんで、いいみたいですけど、B の3から出てみましょう。はい、ということで、このね、B3 とあれが B4 なんですけども、その挟まれたね、このちっちゃい道ですね、これ行きましょう。の右側行きましょうかね。これ東横インさんもあるんですね。はい、ということで、これね、川がねあるんですね。盛岡の町はね、結構川がね、たくさんあって、川に囲まれた、ね、町であるというのもね、特徴になってます。はい、ということで、さっきのとこからね、横断歩道を渡ったところにね、ありましたね。これですね、盛岡駅自転車駐車場ということで、ここにね、どうもレンタサイクルがあるみたいです。はい、
書いてありますね。ちょっと反対で見にくいですが、レンタサイクル FP ホームズって書いてあるんで、ここちょっとね入って、行きましょうかね。駐車場入り口って書いて、この地下にねどうもあるみたいです。はい、ということで地下の駐輪場にございましたね。これ駐輪禁止って書いてあるんでね、これレンタサイクルですか、止めちゃダメだよっていう意味でね、これレンタサイクルがね、並んでますね。なんかハブチャリ大阪バイクシェアとかハローサイクリングみたいに、なんか自転車の色が統一されてたりとか、同じ機械だったりとかっていうのはねどうも、ないみたいですね。こんな感じでね、ギア付きのやつがあったりでなかったりみたいな、感じでね、いろんなね種類があって、これもこれでいいですね。多分なんか中古の自転車をなんかね使っているんでしょうかね。さあ無事借り終わりましたんでね、早速外の方出ていきましょう。今回はねいろいろな自転車から本当に選んでいいっていうような状態でね、ギア付きもギアなしもあったんですけどね、たまたまいいやつがあってね、このギア付きでしかもオートライトのねやつがありました。なのでこれをね、借りてきたんですけど、さすがにねハブチャリ大阪バイクシェアみたいに電動アシストは、ね、ないんですけども、ね、でもねいろんなのがあって本当に、観光というよりはね地元の方向けのね、通勤通学用の自転車として活躍してるんだと思うんですけどね、定期券とかもあったりしてね、はい、はい、そういうレンタサイクルですね買っております。川沿いにまた上がってきました。はい、ということで外出てきてね、また川見てますけどね、今からね、盛岡冷麺食べに行きたいと思います。でね、ランチがね、2時までやってるということですね、この大道園、盛岡、これなんて読むのかな、何園店って読むのかな、このね大道園ってとこもね結構有名だそうなんでね、焼肉屋さんなんですけどもね、こちらにね行きたいと思います。ということでこちらね毎度おなじみ自転車ナビタイムさんにご案内お願いしましょう。はい、ということで一旦この川沿いにねまた行きたいですね。さっきね自転車借りた時ね、係の方おじいさんやったんですけど、すごいなまっててね、ほんとさっきのフェザンのね S に点々じゃないですけど、ズーズー面ですよ。なかなかねうまいこと真似できないですけど、本当にね東北来たなって感じがします。盛岡はね6年ぶりです。この間福チャリかな、福井のロケした時は福井は5年ぶりいましたけどね、最近なんか久しぶりに訪れる都市にね GoTo トラベルで行ってます。で久しぶりに来てもね変わってないことが結構多いところがね結構多いんですよね。新しいのがね結構あるんですけど、やっぱね新しい建物を見てもいいんですけど、変わってないところを見てもね、あなんか久しぶりだなって感じで、それもそれでいいんですよね。はい、左出しですね、遊歩道。はい、ということでこれがねなんとも縁起がいい名前です。開運橋というね、運が開ける橋という、橋じゃねえ橋か、橋ですね。はい、ということで、人もね結構通ってますけど、一瞬だけね開運橋からの景色をお楽しみいただきましょうか。はい、こちらが開運橋から眺めになっております。まあありふれた景色なんですけどね、とにかくこの橋のネーミングのセンスがいいですよね。なんかすごい人通りも多いですね。カートクギフト券って書いてありますが、カートクっていうのがこの地元で有名なデパートだそうですね。ということでここからなんか商店街入っていくみたいですね。屋根付きの商店街です。結構雪国らしくね、雪国ってまあ盛岡が分類されるかわからないですけどね、結構屋根もどっしりしてますよね。ここから自転車は
なんか歩いてそう、こう盛岡大通り商店街っていうらしいですね。自転車は車道を走らない限りは歩いて走行だそうです。安全に配慮されてていいですね。これが盛岡大通りっていうエリアなんですね。やっぱりシェアサイクルのロケやってて一番何がね、あの収穫かっていうと、その地方のね、地名とかね、通りの名前とか覚えることができるんですよね。まあそれはあの説明用にね、事前に調べたりとかするんですけど、やっぱこうやって実際にね、あの目的地に行く途中でね、覚えたりとかそういうこともあってね、非常にね、なんか知識が深まっていいんですよね、このロケって。なんか道はね、福岡よりはね、福岡ほど狭くはないんですけど、これなんかみんな歩くスピードがゆっくりですね。大阪で普段ロケしてるからなのかな。なんか大阪人が歩くのは世界一だか日本一だか早いとかよく言いますけどね。あ、ありましたね、大道園。おお。はい、ということで大道園さん到着しました。ここでね、盛岡冷麺食べていきたいと思うんですけども、その前にね、皆さんに盛岡冷麺って何かというのをね、ご説明したいと思います。実はね、盛岡冷麺はルーツは北朝鮮なんですね。そうだから、このね、大道園っていうのもね、おそらくこの大道っていうのはね、テドンガンっていうね、北朝鮮に川流れてるんですけど、そのね、川の、川もね、あの漢字で書くと大道川って書いてね、テドンガンになるんでね、多分そこからね来てると思うんですよ。でこの北朝鮮からじゃどうやって渡ってきたかっていうと、在日の朝鮮人のね、青木さんっていう人がね、まあ、僕とね、あの同じ名前なんですけどね、名前というか名字ですね、名字なんですけども、北朝鮮のハムンというところからね、冷麺の作り方をね、盛岡に持ってきました。でね、北朝鮮の冷麺っていうのは平壌とね、ハムンと2種類あって、で、まあ、よく知られてるのはね、まあ、よく知られてて、お店とか多いのは平壌冷麺の方なんですけども、盛岡は、平壌じゃなくてハムンの方のね、冷麺を受け継いでるということになってます。まあね、2つどっちが違うねんっていうのをね、詳しく見てみないとわからないと思いますけどね。まあということでね、先々週は、対馬にね、韓国を、見に、行ったというね、ツアーをねやって、まだその動画まだアップされてないんですけども、今回はね、北朝鮮から聞いたね、冷麺を食べに来てるということでね、まあ、海外にね、江戸に、朝鮮半島の方には行けないんだけども、それなりのね、朝鮮半島の、風を感じるというね、ツアーをね、今回の盛岡でもやっております。まあ、そんなことはね、まあ、ということもありましてね、早速行きましょう。はい、ということで登場してまいりました。僕が今回頼んだのは、じゃあ盛岡冷麺と、ミニ焼肉丼のセットということでね、こう焼肉も美味しいということだったんでね、このミニ焼肉丼をセットしてみました。やっぱね、朝鮮半島の料理ということなんでね、ちゃんとキムチもね、ついてきていますね。いやー、なんかやっぱこれ見るとね、本当なんか韓国で食べた冷麺もね、懐かしくなりますよね。じゃあいただきます。いやー、美味しかったです。本当ごちそうさまでした。ね、冷麺のね、本当麺の歯ごたえがね、本当最高なんですよね。まあ、盛岡冷麺ってね、まあ、歯ごたえがいい麺が使われてることが多いんですけどもね、特にここはね、すごく良かったです。でお肉もね、いいの使ってて、さすが焼肉屋さんやなと思いました。はい、でこのね、大道園さんなんですけどもね、GoTo トラベルのね、地域共通クーポンも使えるようになっているということですのでね、盛岡とかね、あと周辺の県ね、宮城の仙台でもいいですけども、来られた際はね、GoTo トラベルで、その隣、GoTo トラベルのね、クーポン持ってる方はね、ここでも使えるよということでお知らせしておきます。で今日、まあ、僕はGoTo トラベルのね、地域共通クーポン使ってなくて、まあ、というのはね、今日仙台のホテルに1泊する、2泊か、今日から2泊するんですけども、
その旅行の初日については、あの GoTo トラベルの、地域共通クーポンは紙クーポンの場合はホテルのチェックインの時で、電子クーポンの場合は、旅行の初日の3時午後3時からもらえるんですね。で、今回は紙クーポンをもらうことになっているんですが、まだねホテルチェックインができてないんでね、あのまだクーポン持ってないというね、そういう状態になってます。なので、あの地域共通クーポンを使うときは旅行の初日はね、どのタイミングで、クーポンを得るのかというのもね、チェックしておくとねいいんじゃないかなと思います。それではね、またね自転車の旅、再開してまいりましょう。でね、今度はね岩手盛岡ゆかりの、宮沢賢治と、石川啄木のね、そこにその2人に、まつわる、ところにね皆さんをご案内したいと思います。ということで、自転車をね止めてたところの道をまっすぐ行くとね、まずはいいみたいですね。はい、ということで石垣が見えてきました。これはね、盛岡女子公園、盛岡城があったんです。およそ 100m 先、左に曲がります。はい、ということで盛岡城の、城主の、ね、石垣をね、見ながら行きます。これはなんかホテルかな、これは。はい、ということで石垣をね、ご覧になっていただいておりますけども、盛岡城址公園がね、ここから先広がっております。で、これね渡る前にね、あの東北、僕がねこれ聞いたら東北だなっていうのをね、ご紹介したいと思うんですけどね。はい、今ねこれ信号機なんですけども、あのピヨピヨって音鳴ってるんですよね。でこれがね、あの点滅する時のね、音をねよく聞いててください。普通はね信号がね、あのチカチカする時ってね音は鳴らないのが普通だと思うんですけどね、実はね東北は鳴るんですよね。はい、今あのピーポーピーポーと音聞こえましたかね。これはねもう本当東北ならではなんですけど、あの雪が降った時に視界がね、はっきりしなかったりとかね、まあ、要は吹雪いてた時ですよね、まあ、そういう時とかね、チカチカしてるか、青でそのチカチカしてないのかっていうのもね、わからないような状態を、避けるためというか、そういう時になってもちゃんと信号がチカチカしてるのがわかるようにね、音が鳴っているというような話を聞いたことあります。あ、こっちも鳴ってますね。ピープーピープーってなってますね。では、城址公園のね周りをサイクリングしていきましょうか。まもなく右に曲がります。で右ですね。またここにも川がね、あ、これお堀ですね。わあ、すごい綺麗。ちょっとここ映しましょう。わあ、すごい、なかなか綺麗だ。でこれがなかなかすごいですよね。なんかヨーロッパ、なんかロシアとかにトルコとかにねありそうななんか、建物の形してますよね。さすがなんか寒いところはね、共通して建物の作りが似てるんでしょうかね。はい、ということで、目的地に行く前にね、この美しい建物を皆さんにお見せしましょう。これは岩手銀行のね、あの古い建物になってるんですけどね、これも盛岡のシンボルになってます。なんか東京駅のね、建物にね似たような雰囲気がねありますけども、それではね、目的地に行きましょう。はい、ということで到着しました。いやこれもねすごくレトロでね西洋的ですよね。盛岡
賢治啄木青春館というねところになっております。見学してね、宮沢賢治さんのこともね、石川啄木さんのこともちょっとね知ってるつもりでいたんですけどね、しっかり勉強していきましょう。はい、ということでここはねすごいレトロな建物でね、入るだけでも、入ってね、その雰囲気を味わうだけでもいいんですけどね、ここね金庫室っていうところがあってね、これね入った途端にね、こうやって音声でね、あと照明でね、いろいろ演出がされましてね、この耳とね、まあ目でね、この盛岡の歴史をね感じることができる素晴らしい演出になってます。まあ、盛岡の町とその盛岡中学というところでね、明治時代ね、中学校っていうのはすごくね、優秀な人しか入れないところだったんですけど、石川啄木とね、その10年後に宮沢賢治がこの、盛岡中学というところに通っていたということでね、その時代の、こととかね中心に盛岡の歴史をね展示してあるのがこちらになっております。感じで暗くなったりするんですね。石造りの銀行や赤レンガの銀行、雲上色に染まった山々、このね石造りの銀行と、赤レンガの銀行っていうのがね特徴、実はねポイントになってまして、さっきね見た岩手銀行っていうのは旧盛岡銀行で、建物、そしてここはね旧99銀行っていうね、またこれもね盛岡を拠点にした、建物で、ね、もう明治時代の建物になってるんですけどね、これはねおそらくねこれ宮沢賢治さんね小説を引用されてるんだと思うんですけども、そこに出てくるという、ね、ことになってるんです。だから非常にね盛岡の町と宮沢賢治のね関わりが深いことがね非常によくわかるんじゃないかなと思います。さあということで盛岡啄木賢治青春館ですね、見学、してみました。いかがでしたでしょうか。本当にねこれね銀行のねさっきも言いましたけど銀行の元の建物ということなんですけどもね、本当こういう建物って入ってねちょっと歩いてるだけでもね非日常感が味わえてねリラックスできたりとかするんでね、それだけでもね本当ここはね盛岡来られたらね来てみる価値あると思いますし、でさっきのね音と光でね演出してくれる金庫室っていうところなんですけどもね、ここはねぜひね来てほしいですね。本当に時代にねまあ、タイムスリップとはまではいかないですけど非日常感をね感じて、いただけるいい場所だというふうに思っております。このね青春館はね盛岡観光一押しの場所で、しかもね入場料無料ですので、ね、ぜひね皆さん、盛岡来たら来てみてください。はい、で、ここでね、前半戦エンディングにしたいと思います。で、まだまだこのサイクリング続きますが、後半戦はね、まあ、盛岡はね川がね結構あるよということで先ほどからご紹介していると思うんですけども、そのね川沿いをね、サイクリングしてみたいと思いますので、ね、後半戦もぜひね、後半戦ってまあ戦いじゃないですけどね後編ですかね、後編もねぜひお楽しみにしていていただければと思います。それでは一旦、失礼いたします。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。